ザムトゲマインデ・オルデンドルフ・ヒンメルプ・フォルテンは、ドイツ連邦共和国にダーザク先州、シュターデン軍に存在するザムトゲマインデである。行政機能は、ヒンメルプ・フォルテンにあり、オルデンドルフには、住民事務所を含む支所がある。ザムトゲマインデ・オルデンドルフ・ヒンメルプ・フォルテンは、以下の10市町村からなる、ブルベク、デューデンビュッテル、エンゲルショーフ、エストルフ、グローセンベルデン、ハンマー、 ハインボッケル、ヒンメルプ・ホルテン、クラーネンブルク、オルデンドルフ。このザムトゲマインでは、2014年1月1日に、ザムトゲマインでヒンメルプ・ホルテンと、ザムトゲマインでオルデンドルフが合併して成立した。ザムトゲマインでオルデンドルフ・ヒンメルプ・ホルテンの議会は39議席からなる。二千十三年十一月十日の市長選挙で、ホルガー・ファール家は85.09%の、 支持票を獲得した。ファルケは無所属で CD とスピードの推薦を受けた唯一の主張候補であった。彼は以前はザムトゲマインでヒンメルプ・フォルテンの主張でザムトゲマインでオルデンドルフ・ヒンメルプ・フォルテンの新設を推進した人物である。ありがとうございます。